はい、続いては東宝株式会社の山中さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。どんな感じで始めれたらいいのかな。もうどうぞよろしいんですか。そしたらじゃあ、はい、お願いします。スライドショーのちょっと待ってくださいよ。画面共有から、皆さん見えてますでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ改めまして皆さんこんにちは、東宝株式会社の代表をしております山中巌と申します。本日は、当社の事業概要と、まあ、現在募集させていただいてます、募集要項などについてご説明させていただきたいと思いますので、短い時間ですがよろしくお願いしたいと思います。まず当社の会社概要から説明させていただきたいと思います。当社は1957年の設立で今年で70周年を迎えることができます。グラスビーズというガラス製のビーズの製造販売と、ファッション用の資材、あとは手芸とかですねハンドクラフト用の資材を取り扱うメーカーです。本社はですね、広島市西区三笹、横川駅のすぐ近くにあります。また、東京都台東区というところに東京支店、大阪市中央区、これ堺筋本町というところに大阪営業所、あと広島市の朝北区というところに、広島工場があり、全国4拠点で事業の展開をしております。全部の、ね、従業員数は2020年末現在で94人、男性が44人、外国人の、スタッフのメンバーは今現状1名、女性が50名です、まあ、製造業ではありますが、まあ、比較的たくさんの女性が活躍していただいている会社だというふうに思っています。で、グラスビーズの製造って言ってもなかなかピンとこないと思うんですが、私たちはガラスの製造業、珪砂というガラスをの原材料をですね1300度で溶かすというところから、それを 1.5 ミリとか 5.5 ミリとかですね小さなガラスの穴のない開いた玉を作るというのが私たちの仕事になります。で、まあ、私たちのものづくりを知っていただくためにですね、簡単なプロモーション動画を作っていますので、ちょっと一度、まあ、工場こんなもんですよと、こういうふうにビーズ作ってるのっていうのをちょっと見ていただけるかなと思いますので、一度ちょっとこの動画を見ていただけたらと思います。はい。
はい、ちょっとなんか面白動画みたいな感じでやらせていただきましたけども、大体あのガラスを本当溶かしてですね、それを、要は成形してですね、穴を開けていくと、まあ、ゼロからあの無から有を生み出すというのが我々の仕事です。で、私たちの、まあ、グラスビーズでどういうふうなところに我々販売しているかというと、一番大きいところがファッションの分野です。分かりやすいところでいくと、ウェディングドレスとかですね、まあ、これから皆さん、まあ、女性ならまたもしかしたらね、結婚されるときにウェディングドレス着られる機会があるかも分かんないですけども、ウェディングドレスの刺繍にですね使われたりですね、さっきの動画の最後にありましたけども、ビーズで作られるアクセサリー、あとは、ここの今の写真にありますけども、これはあのこれマレーシアのカリマンタン島の方に、あの毎年我々もう5トンとか10トンとかですね、ビーズを輸出するんですけども、そちらの方で、まあ、民族衣装、民族衣装で作られたもののお土産物とかでですね、使われたりするのが、主な販売先の一つです。で、もう一つの販売先はハンドメイドクラフトといいまして、まあ、手芸ですね。自分たちで作って楽しむという人たちに向けて我々の商材っていうのを、販売させていただいています。まあ、日本で、広島で言うとですね、分かりやすいところで言うと、センター街の5階に湯沢屋さんっていうあの手芸屋さんがあるんですけども、ああいったところに商品を卸させていただいたりですね、あとは、まあ、あの東急ハンズさんとかですね、ああいったところとか、そういうハンドクラフトの需要に使われているところが多いです。で、まあ、広島工場の生産量の大体今もう8割ぐらいは海外の方に輸出しています。ファッション業界でたくさん輸出している先っていうのは中国、インドネシア、ネパール、インド、パキスタン、UAE などといった、アジア地域。あとは、ハイブランドの、ブランドが集まるようなですね、フランス、パリ、イタリアのミラノ、そういったところのブランドさんにも、商品を供給しています。あと最近、まあ、新しいあのデザイナーが結構出てるのはイギリス、ロンドンとかですね、皆さんがよく知られているハイブランドにも我々のグラスビーズっていうのは使っていただいています。また、ハンドメイド、クラフト業界、手芸とかですね、クラフトっていう意味では、アメリカとかですね、ロシア、デンマーク、スウェーデン、フランスとかドイツ、まあ、そういった地域には、一般ユーザーさんが、趣味で使うという分野でですね、刺繍用のビーズ刺繍で楽しんでいただく、資材として、あとはクリスマスオーナメントとかですね、そういったものを、自分で作って楽しもうというようなニーズのお客様に向けて、欧米の方にたくさん輸出しているというような会社です。まあ、今回、募集要項というか募集をしている職種についてご説明に移りたいと思いますけれども、まあ、今回総合職ということで、製造企画開発の方、まあ、技術的な部分で、まあ、日本のものづくりというのを学ぶというかですね、やってみようというような方を募集しています。製造と技術、まあ、これグラスビーズを作るメーカーというのは世界でも、ほとんど、なくてですね、まあ、世界で見ても日本にあるメーカー、あとは中国、あとは、チェコっていうですね、ヨーロッパでいうチェコっていう国でグラスビーズ、我々が作っているようなグラスビーズを作っています。まあ、ほぼその3、あとインドですね。インドで作っています。まあ、あとまあ、それぐらい4カ国ぐらいでしか作ってないのが我々の、ものづくりです。まあ、我々70年日本でものづくりをずっとしてきたんですが、まあ、さらに、より良いものをよりタイムリーにお客さんに提供するためには、まあ、さまざまな、技術っていうのをどんどん開発していかないといけないと。でさらに先ほど申しましたように、80% 以上の、製品というのは海外に輸出してますので、海外のお客さんからの、情報だったり、ご要望だったり
だったりっていうのに応えていかないといけないので、まあ幅広い、方々に活躍していただきたいという思いで、今取り組みを、強化しているところです。なので、まあ、技術開発、まあ、あのいろんな製造の、経験を積み重ねていただいて海外のお客様とのコミュニケーションを取っていただけるような人材を募集しています。もう一つ、営業という部分で募集しています。まあ、東方ビズの販路拡大に関わる仕事ということで、日本各国のディストリビューターの担当窓口ということで、まあ、商売、先ほど申しましたように日本のお客様はじめ世界中にお客様がおられます。注文を受けたり、お客様のご要望を聞いたり、相談を受けたりですね、まあ、お客様と対応窓口と、さらに我々の商品の良さをどうやって伝えていただ、いかに伝えていただくかというのが営業の仕事ということで、この製造の部門、製造技術の部門と営業の部門、その2つの部門で募集を今かけています。まあ、こういった形でですね、世界中に、今ちょっとコロナでなかなか展示会とか出展できないですけども、まあ、日本で作ったものを世界中に我々、販売してます。そういう部分で、幅広い経験と知識というかですね、特に日本人だからできないっていうことは僕はないと思ってますので、幅広い方々に門戸を広げて、応募募集をかけているということになります。採用条件ということで、書かせていただきましたけども、日本または大学の大学卒業程度の方、履修科目に対しては特に、これを勉強してないといけないということはありません。ただ、まあ、製造技術部門に関してはやっぱ機械的な部分だったり電気的な部分、あと、ガラスの製造業ですので科学的な部分の勉強をされている方の方がより親和性が高いので、そういう方に来ていただけると嬉しいなというふうに考えています。語学に関しては、製造技術営業、まあ、ともに日本語の能力試験レベル、まあ、N2 レベル、まあ、N1 があったに越しことないですけども、まあ、まずもって、我々ほとんどのメンバーが日本人で英語ができる人間がいないので、日本語でやっぱり社内はコミュニケーションを取っていただかないといけないので、少なくとも N2 のレベルは必要かなというふうに考えています。営業に関しては英語ができればさらに、幅広い分野で活躍していただける可能性があるかなと思ってます。なので、まあ、営業の方でも、営業で、応募したいなというふうな方でもですね、日本語がまずできれば、国内のお客様の対応とかもできますので、ぜひとも、ご検討いただけたらなというふうに思います。で、まあ、採用条件の、補足みたいなあれ部分ですが、製造技術部門に関してはものづくりにとにかくまずものを作ってみようと、無から有を作る部分に関心を持っておられる方をの方がより、入社してから、ですね、活躍していただけるチャンスがあるんじゃないかなと。あと営業部門に関しては、我々お客様がやはりファッションに関係するお客様がほとんどですので、ファッションビジネスとか、そういったところに関心がある方の方が、いいかなというふうに思っております。はい。条件なんですが、今のところ勤務地、製造技術部門に関しては、広島の安佐北区加部というところで、が私どもの、生産工場になります。こちらの方の勤務になります。で、営業部門に関しましては、広島市の西区三笹、これ横川駅から歩いて10分ぐらいのところが、我々の本社ですので、こちらか、あとは東京支店、秋葉原の隣の駅、浅草橋駅から歩いて5分のところに我々の東京支店がございます。日本のマーケットの、大多数はやはり、お客様の、大多数は東京にありますので、まあ、東京支店での配属という可能性があります。
あと基本給なんですけども、大卒の方に関しては18万円が基本になっています。あと別途正規手当、営業手当、各種現場手当などなどがつく形になりますので、まあ、配属される部門によって若干、その辺の手当が違ってくる形になります。あと、勤務時間なんですが、工場の方は8時から5時の、8時間、あと営業部門は、本社は8時30分から8時間、東京は嬉しいですか、東京は9時からということになってます。はい、あと、休日なんですが土曜日と日曜日、ただ、第4土曜日は出勤日になってます。まあ、会社カレンダーによる形になります。あとは夏休み、冬休み、年間休日は108日が、去年の実績になります。福利厚生制度は、退職金制度、あとは、社員割引制度、あとは永年勤続者表彰制度等があります。あと使用期間というのが、ありまして、基本的には6ヶ月という設定にさせていただいています。まあ、福利厚生、あの左側が、毎年去年はできなかったんですが、一昨年まで11月3日の日が私どもの会社の創立記念日でして、この日に広島工場の方のオープンファクトリーというイベントを毎年やってます。これが福利厚生になるかどうかあれなんですけども、地域の皆さんと一緒に祭りお祭りをするということをやって、あの皆さんでこう楽しもうということをやったりしてます。右側は毎年1回その、永年勤続表彰ということで、表彰を長く務めていただいた方、10年、5年、10年、20年、25年、30年と、まあ、比較的長く勤め上げていただいている方が多いのが私どもの会社の、特徴だと思っています。選考のフローなんですが、もし、ご興味ありましたら、メールよりエントリーしていただけたらと思います。まず書類選考から進めていきたいと思いますので、履歴書、成績証明書、卒業見込み書等々を、記載、一緒にこちらの採用アットマーク東方ビーズ COJP の方にメールで送っていただけたらと思っております。で、基本的には1回、2回面接させていただいて、最終面接ということで本社面接、あと工場の見学等々をしていただいて内定というような流れになります。一番最初にご説明させてもらいましたけども、今まで、まあ、外国人の、スタッフ今も1名おるんですが、これまで、外国人の、スタッフおりますので、入社の時の、引っ越しのこととかですね、あとは在留資格の手続き等々 の、サポートなどもできますので、いろいろ安心して、来ていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、最後になりましたが、まあ、我々、まあ、製造業でもありますし、まあ、お客様は本当世界中に、おられます。そういう部分で、多様性のある会社に僕はもっともっとしていきたいなと思っておりますので、あまり、国籍というところにあまりとらわれずにですね、皆さんが活躍できる会社にしていきたいと思ってますので、皆さんの、応募を心よりお待ちしています。まあ、さらに、長いスパンでやっぱり、ものづくりも営業もそうですけども、まあ、うちの会社の場合工場が広島にあって、まあ、広島から発信していくという意味で、まあ、製造も営業もしっかりですが、短いスパンで何か経験ができるっていうよりは、やっぱり腰を押しつけて 長いスパンでですね、いろんな経験をしていただくというのが私の考え方ですので、ぜひご縁を持ってですね、長いスパンで、我々と一緒に、仕事してくれる人、を募集していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上です。はい、すいません。
留学生の方からいくつか質問が届いておりますのでお答えいただけたらと思うんですが、はい、まずは入社までにさらに勉強をしておくことがあれば教えていただきたいということなんですが、いかがでしょうか。はい、ですね、さらに勉強しておきたい、ですね、その、まあ、私どもの会社がやってることっていうのは、なんかこう、どっかにこう、同じことをやってる会社ってほとんどないので、やはり、まあ、先ほど申しましたように、ものづくりとは何ぞやとかですね、あとファッションに興味があったら、まあ、ファッションのことについて、もっともっと、興味を持って、いろんなことを調べたりですね、見たり、聞いたりしていただくことをしておいていただけたらなと思います。はい。はい、なので、なんかこれを勉強してた方がいいとかっていう、まあ、よく聞かれるんですけども、まあ、それよりは、まあ、いろんな社会経験をしてもらったり、まあ、いろんなバイトをして、いろんな人とこう、話をしたり、そういう機会をたくさん持っておいてもらうことが重要かなと思ってます。かしこまりました。ありがとうございます。今、続々と来ているので、で一つずつちょっとお答えいただけたらと思うんですが、はい、まず営業職の1日のスケジュールを教えてくださいということなんですが、お願いします。はい、これも一概にあれなんですけども、まあ、国内の営業職の場合は、まあ、今特にコロナなのであんまりお客さんのところに回ったりですね、できないのが実際のところです。なので、大体事務所で E メールしたりですね、まあ、今最近はこういう Zoom とか LINE とかですね、ああいったもので、お客さんとの打ち合わせもできるので、大体そんなことをしてる感じですかね。であと、まあ年に、数回やっぱり、まあ、今は展示会がないですが、展示会があるときはそれの準備をしたりですね、そんな感じですね。基本的に、今はどっちかというとデスクワーク的な形が多いかなと思います。もし、まあ、コロナが収束して、はい、海外への出張というそういった業務はあるんでしょうか。はい、先ほど申しましたが、もしその営業部、営業の中で例えば貿易チームに配属になった場合、まあ、これは経験等々やっぱり必要なんですが、そういった場合には先ほど、ご説明しましたが、展示会が毎年、まあ、アメリカで2回、ヨーロッパで1回毎回出て、まあ、あと中国で、展示会に出たりですね、いろいろしておりました。なので、まあ、担当にもよるんですが年に1回ないし、多い人は2回とか3回ぐらいは海外の、展示会のついでにお客さんのところもあったりっていうことはありましたが、残念ながら今のところこの1年半はもうかれこれもうちょっと2年近くになりますが、もうすぐ出張っていうのは今ちょっとできてないっていうのが現状です。その分こういう Zoom とか LINE とか、オンラインでコミュニケーションを取ったりするっていう機会はあると思います。営業職に関してなんですが、英語があればなお良いというお話だったかと思うんですが、英語はどれぐらいできた方がいいとか、そういったレベルはあるんでしょうか。英語もできるに越したことないんですけども、基本的に英語ができたらいいっていう、英語ができる方はまたさらにその貿易部の仕事に携わっていただける可能性がある、ので、まあ、貿易部の仕事っていうのは基本的にはやっぱ E メールで、どんな言語の例えば、中国の方でも英語で全部やり取りしますので、やっぱり文章を読めてそれに対してリアクションできるという。ただまあ我々その契約書がなんかすごい契約書があったりですね、こんな難しいなんかこう技術的なことをすごく掘り下げてお話しするとかっていうところはあんまりないので、まあ大体日常会話プラスやっぱり文章を読めてそれに対して書けるっていうぐらいの、スキルがあれば、貿易部の仕事に携われる可能性があるかなというふうに思います。ありがとうございます。
そして今現在、外国籍の社員さん1名ご在籍ということなんですが、どのようなお仕事を担当してらっしゃるんでしょうか。はい、今の、スタッフは貿易チームに1人1名おります。だいぶ皆さんより先輩なんですけど、40歳の40何、41歳かな、40歳、40代前半の、ジャマイカの、国籍の、人が、子が、子って言っても断られたな、活躍してくれてます。はい、前はベトナムの、スタッフがいたんですが、今は、ベトナムにちょっと帰ってしまいまして、今は若干1名になってしまいましたが、まあ、そういう部分で、外国人、日本国籍に全くこだわりはしないので、皆さんの、ご応募をお待ちしています。はい、ありがとうございました。他に留学生の皆さん、質問はございますか？せっかく代表の山中さんお越しいただいているので、質問があればお願いいたします。よろしいですかね？はい、他の留学生の皆さん、よろしいですかね？大丈夫です。はい、もしね、わからないことがあったら、先ほどの E メールのところに、まずエントリーより前にちょっと質問があるんですけどっていう場合は、メールしていただいたら、答えますんで、何なりとご質問いただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、東宝株式会社様の説明以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。